おはようございます。今日は金賞の第2弾が始まってます、とりあえずまあそれをやっていこうと思うんですけども、サクッとこの金賞イベントを少しレベリングもできるようになったんで、そのあたりも説明したいと思います。それじゃスタート。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい、イーサンです。あいにくのね天気です。あの雨、あとね、今もうすごい朝の6時ぐらい、相変わらずじじい早起き、寒いです。ちょっとねこの動画ねなるべく早く上げたいんですけど、外出る前に見たら寒さ対策してください。もうね、たまたまね絶対いらんだろうと思ってウルトラライトダウンを持ってきたら超正解。これでも寒い、下にセーターも着てるっていう。何月、5月だよびっくり。でとりあえず、金賞イベント始まってます。で、ね、雨降ってるんで外も歩けなくて、まあカメラ回せないんでね、で事務所戻ってからピンク薬飲んでとか やってスタートしようかなと思ったんですけど、あんまりね紫ヌラが立ってないんで嫌だなと思いながら進めたり、とはいえ、砦を攻めてたりしてたら、4分の1揃っちゃいました相変わらずいい加減です。とりあえず4分の1はうるさいですけどね。許してください。屋根があって、人があんまり通らない、カメラ回しやすいところをちょっと行って、そこが道路の近くなもんですから、ちょっとうるさくて、ちょっと大きな声で喋ります。4分の1は、XP を1000獲得する、あと、ボッカさんのボランジャーですね。なんかピュン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 って箱から出てくるやつ、あれを5つ。それとあとはなんか、マップ上の材料かカバン2つでした。はい、いただきましょう。いただきます。これで金賞2個もらえるんですね。ありがとうございます。なんかヌラが出が悪くない、まあ、前回からですけどね、前回からイベントで減りましたよね。ピンク薬飲んでないんですよ。だから事務所戻ってピンク薬飲んでどうなのかなっていうのがちょっと心配なんですけど、はい、4分の2スポーツ部のファンダブル、なんでもいいんだ、ヌラじゃないですね。で、マイクのファンダブル、あ、変なパオーみたいなやつですかね、メガホンみたいなやつを7個、プリペンドの呪文を10回、プリペンドってなんだろう、まあなんか出てくれば分かりますね、はい。まあ、これは相変わらずエネルギー無駄にすればすぐ終わるってやつですよね。はい、じゃあまあぼちぼちやっていきますが、とりあえずね、宿屋回しながら、まあ、エネルギー満タンにしてって、まあ、いらないですけどちょっと貧乏症なもんですから、しながら事務所に戻って、そこからまた第2弾やるんですが、そのレベリング、まあもう もちろんご存知だと思うんですけども、このヌライベントでもとかく XP がねヌラが低くなりがちなんですけど、実は、登録簿のアップデートが来てからはそこそこ稼げるんで、まあ、まだね外出自粛中ですけど、このレベリングしてる人についてはそのやり口もありますよということを説明したいと思いますので、よかったら見てやってください。それでは、事務所の多分パソコン前のイーサンに引き継ぎます。よろしく。はい、戻ってきました。寒かったです。気をつけてください。ちょっとこの配信がなるべく早くしとくんですけども、まあ、普通の出勤には間に合わないかと思いますが、風邪ひかないように気をつけてください。金賞イベント始まってますね。
と待ってね。ルーナさん、うん、ルーナさんじゃダメか。さっきのところから戻ってくるタイミングでもですね、おかげさまで結構進んで、マイクがあと1個か、マイクあと1個になってますね。で4分の2が終わります。出てくんないかな。それでとりあえずですね、この金賞イベントが以前のようにそのタスクとかがね終わったらもうヌラをね取ってもその XP も低いし、美味しくないっていう1週間になっちゃったんですけども、バージョンアップ、登録簿がバージョンアップしてからですね、多少レベリングにも使えるようになってますんで、どんどんヌラを捕まえてですね、まあお時間あって、まあ、なかなかね自粛ですからね、外っていうのもなかなか難しいんですけども、お時間ある人は、あ、これ溜まった、とりあえずよいしょ、ん、あ、このボールか、じゃあボール、これなんていうんですか、ピクチャーにしましょうか。シーン5で、これ1個ですね、緑ポチにしました。レベリングをですね、進めるためにはできるだけ早く全てを緑ポチにする必要があります。緑ポチにする必要があるので、ポートキーとかも、以前でしたら、まあ私なんてそうなんですけど、まあ、取っといて、まあいつでもいいやとかっていう形で、まあ後でこう登録簿が埋まればいいやっていう形でですね、全然遅くに開けてたんですけど、なるべく早く開けてください。で、すべてに緑色をつける。それがそのレベリングができるようになるベースです。なので早めにやってください。砦で、かけらも落としてください。この、どれかな？これか。これですよね、きっとね。この3つも落としてみてください。で、あとこれらはタスクだと思いますんで、タスクをね、4分の4まで進めれば多分取れると思います。レベリングなんですけども、例えばですね、まあ、ちょうどいい例でもないかな。この、今回で前回ですね。前回の分は、すでに緑ポチにしてるんで、例えばアンジェリーナ・ジョリーさんが今15分の13で、あと2体取れば、フルになってくれるんですけども、今も、1回目の痕跡も出ますんで、アンジェリーナ・ジョリーさんと、ニンバスのヌラも出ますんで、これらも対象になります。パス、アンジェリーナ・ジョリーだ。これで14になって、もう1個出ると面白いな。ちょうどいいんだけど。取れない。何を言ってるんだっていうような内容になりますが、編集も大してしないでそのまま出しちゃうんでごめんなさいね。よいしょ。うわお、下手くそ。相変わらず M 苦手です。じゃん。はい。ね、ラッキーにもあと1個出れば、まあちょっと炊きましょうか。メガホーンも欲しいんで。これ炊きゃ少しは出るでしょ。あ、いきなり。どうよ。うわぁ。でもね、モッカさんのね、このトランプを私はもう、素でも揃ってないんですよね。だから。何かというと、何しろですね、これをまずまあ全部緑星します。そうすると、この対象になってるものすべて、まあタスクのものはもう出ませんけども、痕跡ですね、ルーナさんと、このボール、うん、ブランジャーブラッジャーは、それ以後15個ずつ取っていくとボーナスが入ります。まあ、アンジェリーナ・ジョリーも出ますんで同様です。ニンバスも出ますんで同様です。あとね、まあ、これちょっとすいません、自信ないっす。まあ、これも出れば、3つ以上揃うと、3つ以上かけらがね取りに行って落ちると
ボーナスが出ます。それぞれ1000点 ?1200 点やってみましょう。過去のがですね、残ってるんですよ。昔のがね、どれだっけな、ダンブルドア先生、これはない。ここかな、これはね、残ってたんです。なんか全部ひっくり返すつもりだったんですけど、例えば、これの痕跡って、この時って10なんだ。15じゃないですね。10ですね。このハグリッドの、この10のやつをやってみましょう。でそうすると、この、XP が1000って出ますんで、これ、魔法使い XP なんですよ。60まであるやつの。それのボーナスが入るんで、例えばもう出ませんけど、このハグリッドのヌラが出て、10個集めると、また1000点ボーナスがもらえるっていう換算になります。同じように、ハーマイオニーさんやってみましょうか。はいはい、これも1000点という形ですね。で、言っていた砦のかけらは、ここで言うとこの3のはずなんで、このお城ですね。お城を一番上の真ん中ですね。これを押してみると、まあ、これも全部その、緑になった後の、次の、ピクチャーなんとか、キラキラを解除すると、ボーナスが、魔法使い XP のボーナスが1000点入るんで、まあ、これが合わさることによって、ヌラの痕跡をこう取って、大した点数じゃないものの、まあ、農薬飲んで、これの、まあ、1回あたりの1000を、今で言うと15なので、15回でひっくり返りますから、1000分の15、約70点とかなんとかですかね。まあ、足すと、農薬飲めば200点ぐらいにはなると思うんですよ。200点以上かな。そうすると、そこそこの、レベリングのネタになりますし、何しろね、ヌラはね、たくさん湧く。なんかちょっとね、湧いてないんですけどね。まあ、基本湧いてくると思うんですよ、そのうち。ね、嫌なぐらい湧くはずなので。まあ、ですので、数で、その、まあ、ちょっとね、200点ぐらいなんで、そんなに多くないんですけども、数で、ごまかすと。そうすると、まあ、レベリングも可能なんで、まあ、どん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 買って、今ね、40とか45とか50とかを目指している方は、頑張ってみていただければと思います。それもあるので、まあ、ヌラ嫌だなぁなんていうふうに思わないで、頑張っていきましょう。これちょっと今、全部やってみますね。これなんでだろうなぁ。一回だけ残ってたのかなぁ。ランク65。これはいいや。というのが、金賞イベントの中でも、もう一週間ずっとヌラでなんかもう稼げないし、そのヌラのせいでね、他の痕跡も出ないし、みたいなことになってたものが、まあ多少面白くなってると、うわ、ここ埋まってないし。やばい、埋まってないのが俺これ、これって3つとかあるなきっと。ね、全部、緑から、緑ポチがついた後にキラキラになると、あ、今見ました、あれ今見ました、謎、これはな、あ、このハッフルパフが緑になってないんで、ボーナスがつかないんです。ですので、今回のイベントでも、できるだけ早くタスクを完了させ、ポートキーも開け、イベントのね、イベントのポートキーも開け、かけらも落とし、砦から。で、その後、キラキラさせると、1000点が入ります。させてないと今みたいにボーナスが入りません。あ、今よかった。悪い例を見せることができましたね。ある意味。ということで、現状で、あ、そう、今見てみましょう。ちょっとフィールド見てみて。あ、出た。これ、アンジェリーナ・ジョリーさんだったら、あ、違うね。よいしょ。アンジェリーナ・ジョリーさんだったらいいのと、あと、ぜひね、4分の2が終わるところを見せて終わりたいなっていうのが希望でございます。
久々にあの外でカメラ回しました。あ、この辺ありそうじゃないですか、これ。どよっ、あ、違う。これでしたね、あの今回の4分の2のタスクの魔法はこれでした。まあ、たくさん出るからあのわざと外さなくても全然大丈夫です。呪文もったいないですからね。こんな私ぐらいですよね、こんなでかい数字持ってんの。よいしょ、だだららだだだ、あーやばい。あ、これお願い、メガホン。あ出ませんね。まあ、あるあるですよね、あの欲しいものは出ないっていう。いやだって4分の1の時にヌラほんと出なかったっすよ。あ、この人ね、この人。モッカさん出なかった。そうでもなかったですか、場所とかね、タイミング。なんでアンジェリーナ・ジョリーが、あ、なんかね、4分の1の時はアンジェリーナ・ジョリーばっかり出たんですよ。わあ、やってる間何か他に話すことあったっけな。なんでこのこうやってる間にね、こうサクサクっと出てくれるのが持ってる人なんですけどね。ちょっと水筒入りのコーヒーを。メガホーン、カモン。来ないねー。あー、やばい。あー、一個だけか。お願い。よー、やっぱり取ってからですね。お願い、奮起薬飲んじゃおうか。お前、よし、やったー、やったー、クリアー。あとできればアンジェリーナ・ジョリー見せたいんだけどなー。はい、ありがとうございます。よかった、これで一応、終わって、編集してちょっと早めに上げて、ね、寒いのを知らせられるかな。回収3つありがとうございます。これで金賞5つ目でございます。ありがとうございます。さあ、まだまだあと2つですね。ピーターのクラブのファンダブルを、ピーターのクラブのファンダブルを5回収する。なんすか、ピーター、ピーター、うん、光り輝くビーチファンのルーナ、ルーナさんね、ルーナさん10個。はい、あ、奮起薬1個だ。マップで材料またはカバンも7個。これなんか外出ろっていうことですよね。あ、まあまあ違うか、いても湧いてくるからか。こんな感じですね、いらないけどこう拾うっていうことですよね、多分ね。よし、ここで続けて、これがアンジェリーナ・ジョリーだったら持ってますよね。いきます、アンジェリーナ、あ、2つ目です、出ました、ジョリーカモン。うわー、ルーナー。まあでもルーナーはあれでしたね、タスクに入ってますからね。よしとしましょう。お願い、アンジェリーナ・ジョリー。やっぱ欲しくなると出ないんですかね。あ、やべ、これオーディオかなりちょっとマックスに来てるけど大丈夫かな、レベル調整できるかしら。よいしょ。まあちょっとね、長引いてもあれなので、カモン。多分持ってないな、持ってないね。ちょっと1000ポイントのところを見せたかったんだけどな。これがアンジェリーナ・ジョリーでございます。モッカさんはもういい、モッカさん、はい。あー、もういや、もう全カットするからいいや、全カットして。お願い、今回ラストです、お願い、アンジェリーナ・ジョリーでみんなにあのボーナス選定を見せてください。その前にちょっとこれね、ねえねえ、 なんかさ分かんないんだけど、何を取ればタスクが進むの。これボールは違うよね、ギアッフルじゃないですよね、ギアッフルじゃないですよね。
ですよね。ピーターのクラブのファンダブル。何まあ、そのうち出るでしょう。いきますよ。ラストチャンス。アンジェリーナ・ジュリー。あれ、あ、違う違う。アンジェリーナ・ジュリー。はい、長らくご視聴いただきありがとうございました。それでは本当に寒いので風邪ひかないように皆さん、さようなら。もっかさんいらないですよ、本当に。